男性の骨の脂肪菌で取れた脂肪の量っていうのは1ぐらいですかね。本日は男性の胸の脂肪菌をご紹介したいと思います。男性の胸の脂肪菌ちょっと珍しいと思う方多いと思うんですけども、実は結構最近人気な性質でなかなか珍しい性質になってきますので、あまりイメージが湧かない方も多いと思うので、今回は男性の脂肪菌、胸の脂肪菌をご紹介していきたいと思います。で、今回の方は31歳の男性で、身長174センチ、体重70キロ、 BMI でいうと23の標準体型も少し重い方なんですけども、今回の方は中学生ぐらいから胸がちょっと出っ張ってるってことをすごい悩まれたってことで、ずっと気にされててなかなか悩みが解決しないってことでご覧にされました。で、今 BMI が23なんですけども、標準体型だいたい BMI20 ぐらいまでダイエットをしたこともあったそうなんですけども、その時でもやっぱお腹よりも胸の方が出てしまう、ダイエットしてもお腹とか腰回りとかそういうところはしっかりと痩せることができるんですけども、どうしても胸だけ気になるということでご覧にされました。で、結構中学生ぐらいから若い時から結構胸が出てて気になっちゃったってたまにいると思うんですけども、なかなか洋服とか着てもこの胸の出っ張りを隠すことができない、洋服着ると逆に目立ってしまう、そういった悩みがある方っていうのは胸の脂肪菌すると悩みが解決すると思いますので、ちょっと参考にしていただければと思います。ただ男性の場合ですと、この胸の脂肪菌、脂肪だけでなくて乳腺っていうのもあって、乳腺っていうのは、女性も乳腺あるんですけども、男性も乳腺実はありまして、脂肪吸引では乳腺っていうのを取ることができないんですね。なので脂肪吸引で脂肪の分はなくなるんですけども、まだちょっと出っ張ってるってことになれば、それは脂肪ではなくて乳腺の可能性がありますので、それだけご理解いただければいいのかなと思います。したが今回このキーセルの天板を使ってしっかりと吸っていきたいと思います。今回は男性の胸の脂肪菌をご紹介したんですけども、男性だけじゃなくて女性でも胸が垂れてしまったり胸が大きすぎることを悩まれていて、脂肪菌してほしいっていうご相談をいただくことがあるんですね。ただ女性の場合は男性と比べても取れる脂肪の量が、もし脂肪菌した場合結構多くなってきてしまいますので、そうすると余計に胸が垂れてるってことになってくるんですね。なので女性は男性と違って乳房縮小術といって皮膚ほど切ったり、そういった手術の方が必要になる可能性が高いですので、その男性と女性というのはちょっと違うというか、この胸の脂肪菌というのは女性よりも男性向きの手術がありますので、それだけちょっと抑えていただければと思います。でもちろん女性の方でも人によっては胸の脂肪菌適応になる可能性はあるんですけども、基本的には不定にならないことが多いですので、女性の方というのは胸の脂肪菌よりも乳房縮小術とかそういった手術の方が適用になりますので、一つの参考にしてみてください。胸の脂肪菌お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今って痛みとかってどうですか？少し筋肉痛みたいな痛みがあるぐらいですね。気持ち悪かったりします？いえ、ないです。大丈夫そうですかね。はい、またじゃあちょっと様子見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今男性の胸の脂肪菌があったんですけども、こちらちょっと見ていただきたいんですけども、取れた脂肪の量が約 100cc ぐらいですかね。男性の胸の脂肪菌となるとすごいたくさん取れるわけではないんですけども、だいたい 100cc とか多い人だと 200cc ぐらい取れるっていうのが標準的な量で、それよりも全然少ない方もいらっしゃいますので、男性の脂肪菌、胸の脂肪菌で取れた脂肪の量っていうのはちょっと参考にしてみてください。
今回の方ですと31歳男性で身長174センチ体重70キロの方で男性の胸の脂肪筋合計 100cc の脂肪筋にすることができました。また今後の経過とかっていうのをまた別の動画でも出していきたいと思いますのでそちらも参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。